A チーム6名、B チーム7名が合流し、オーディション最終合宿へと進んだ13名。前回のガールズリボンは、互いに過去のトラウマを打ち明け合うグループセラピーを行い、引きこもりやいじめ、家庭環境など様々な人生を吐き出し、ここに集まった理由を紐解いた。今回のガールズリボンでは、いよいよ歌、ダンスの課題曲が渡され、レッスンが本格的に始まる。アイドル経験者や全くのダンス未経験者が一つのチームとなり、全員でフォーメーションを完成させていく。整形をして可愛くなるだけでは突破できないこの合宿審査を、少女たちは突破することができるのだろうか。一日目夜、グループセラピーでお互いを吐き出し、トラウマという共通点により少し距離が縮まったメンバーたちは、全員で夕飯を作るミッションを行う。はい、ずりずり。ちょっと奥ない。玉ねぎ何個買ったこれ？これで6個入ってる。ブロッコリーの代わりにかぼちゃ入れてもいいですか？なんかブロッコリーなくて1キロっぽいんですけど。みんなに共有してもらえれば。みんなに聞く。OK。これ犬なんですよ。犬です。犬ですよ。クマじゃないですよ。なぜ炭酸水？なんか美味しいからね。ゲット食料ゲットシーンです。ねえやばいかも。辛くて苦くてうわうわいただきます。一気に入らない。自分分厚分厚いのやんまい。おいいコラボ、いいなくなった気するです。キャラクターってどこまでのキャラクター。もっと長いかも。いただきます。いただきます。2日目、いよいよ課題曲を渡されるメンバーたち。5日間の合宿で A チーム、B チームに分かれ評価を競う。一人が上手くてもチームとして曲を完成させなければならず、未経験者をどう経験者が引っ張り完成させていくかが鍵となる。リズムを聴いて確かめて、そう全部伸ばしてほしい。全部染められた。レコーディングの時に携帯で歌詞見ていいですかっていう人が多いんだけど、絶対携帯で見ないでほしい。こうやって書き込んで、はい、ディレクションしてる人にここ強くしてとかここをしてって言われたことをメモしとけないと、サブスクめっちゃうまいのにライブめっちゃ下手っていう現状になるから、それ再現できなくて、てん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 と書くと分かりやすい。これみんなで統一しておくと、その未来を、はい、止められない思い、全部弱いまで来た、全部弱いって、ここは意外とやらない。変えてみせるよ運命、走り抜けた。いけてる、うん、痛くて大丈夫。本当に喉を壊した時に I love you また言えず、ライブ中に曲が止まったり音を外したり衣装が取れたり、いろんなハプニングが起きます。人が乱入してきたりとか、マジありえないこと何でも起こるけど、絶対に曲は勝手に PA さんは止めないので、やっぱアーティストさんがやってるステージを勝手に裏方さんは止めないので、音も流れ続けるし、音が止まってもお客さんもいるし、ライブは絶対やらなきゃいけないです。なので間違っちゃっても間違えたは絶対もう今から NG。うん、もうそのまま間違えてもいいから、間違えてないですけどって顔で続けて、はい、もう一回今始めます。前に出す、上に出す、そう3、はい、うわー、もう、ね、
ずっと歌詞が頭の中でサイクロンしてます。どうですか、高い声苦手ですが頑張ります。頑張ってください。コノピスさんどうですか。あ、これよくこうやって YouTube はこうやってえ、待って、冷たい。どうぞ。はーい、バイバイ。お返しますカメラ。でもまあ全然辛いです。長そう、今日はそう。いや、オブジェだって。行くで。喋ろうって思ってたけど全然喋れないし、多分みんなにも気使わせてるから昔と同じ状況だなみたいな。どうしたらいいか分かんないし。音取ってるよ。何やってんの。斜めってたら抜けやすい。こっちとか行ってたら抜きにくいんだ。うん、こうなんだ。あ、本当だ。めちゃくちゃ抜けやすくなった。一番の振りを終える A チームだったが、 B チームは自主練の時間をスタッフからもらい、一番の冒頭部分から振りを確認し直していく。流す多分体の向きとかが一緒に動いてないから、あー、絶対だけ動いてるの、あと固まっちゃってるから、うん、みんなもそうだけど、多分一緒に動かなあかんところは動かなあかんし、上の右手が前で通って、この右手がこのまま回って、うん、回ってこういるじゃん、うん、こういる、これをこう回してこう、うん。ダンスの課題曲ムービングフォワードは合宿前に事前に動画が渡され、一番の振り付けをメンバーそれぞれが自宅で覚えてくることが課題だが、振りを覚えてきていないメンバーが目立つ。50分なんだけどさ、あ、すいません、進めたいんだけど、振りを結構振りを進められるレベルに達せてなくって、でこれ1番だから結構細かいところを今確認してるのは仕方ない。そういうなんか細かいの以外を今どういうことですかってなってるのが今結構おかしい。アイドルやりたかったんだよね。整形よりはアイドルをやりたいって明確に言ったことはちょっと残したつもりなんだけど、みんなさ家庭環境とか多分ストーリーとかそれぞれ違うけど、唯一同じって時間だけは平等にあったはずなの。アイドルやりたかったのに、なんでこんなに習ってないじゃん、習ってないじゃんダンス、なんでこんなに差があるの。同じ19年平等にあったはずでしょ。アイドルやりたかったでしょ。なんでアイドルっぽい動きをリノはできててできないのかっていうところ、時間の使い方、今まで人生でいろんな家庭環境あったと思う、それぞれあったと思うけど、アイドルをやりたいって明確に言ったから今みんなここにいるの。アイドルをやりたかった
でもダンスを習わせてもらえなかった、それは仕方ないと思うけど、自分たちで勉強してきてたらちょっとやってみたいなって思ってたらできるはずの動き、そういうアイドルっぽい動きを全く研究してきてないっていうのが、その19年の時間の使い方が分かる。それが今ここに響いてるわけ。じゃあこの5日間をどう使うかっていう話。なんかアイドルのレッスンを見てる気に今なれない。それは経験者も分かると思う。今アイドルのレッスンをしてると思うっていうレベルじゃん。一旦今日これで閉じるから、もう一回明日サビからやる、はい、うん、だからご飯行くのもいいし、休みの自由時間楽しそうにみんなでやるのはめっちゃいいこと、めっちゃ大事、めっちゃ大事だけど、それより先にやることがあるはず、はい、うん、細かいところ、うん、それなきゃいけないのは当たり前だけど、うん、それもあえて厳しくアイドルの現実を突きつけたプロデューサーニア、経験者であるユーナ・カレンが中心となり、どのように他のメンバーを引っ張っていくのか、現状バラバラな B チームがこの後どう合宿を進めていくかが課題だ。経験者であるユーナが率先して叱り指導を進める中、同じく経験者のカレンがあまり馴染めずいることが気になるプロデューサーニア。自分たちでなんかこうやってやっていこうとか。どうしたどうしたどうした、おい、どうした。正直 AB のさ、グループ分けってさ、結構なんかこうこの人のこれ見たいなみたいなで分けてて、中野はやっぱ経験者だから、もしメンバーになるってなったらこうチームを引っ張っていかなきゃいけない存在になるでしょ。だから中野が上手いのは、その中野だけは正直知ってるじゃん。別に中野のダンスを見たいんじゃなくて、中野がどういう立ち回りをするのかを見たい。どうしたらいいか分かんない、何がどうしたらいいか分かんない、何に悩んでる。多分私が引っ張らなきゃいけないっていうのは分かるんですけど、うん、あえて厳しく叱るプロデューサーニア、整形アイドルというコンセプトとは裏腹に、顔が可愛くなるだけではダメだというこのオーディション、本当の可愛いとは何かを考える上で、今回あえて厳しく接したのには一体どんな意図があるのだろうか。今回合宿前にですね、事前にムービングフォワードの楽曲と歌詞とダンス動画を渡して、一番だけ覚えてきてくださいっていうふうにメンバーに言ったんですね。自分でどこまで難しい曲を一番だけ覚えてこれるかっていうところを見たくて、正直今回の合宿で見てるのはポイントとして、完璧にできなくてもいいんですよ、歌もダンスも。難しいのをあえてチョイスしてるし、完璧にできなくてもいいんですけど、こういう合宿というみんなで住むという経験を通して、生活の中で例えば
レッスン以外の時間も自主練をしてる子がいたりとか、昨日も3時ぐらいまでスタジオ使わせてくださいって自主練してる子がいたりとか、なんかできないことはもう大前提として、そのできない問題を抱えながら普段どうやって過ごしていくのかとか、メンバー同士の関わり方だったり、やっぱり人間として推せる子じゃないと私はアイドルとしてこう小手先だけでやっていけないものだと思っているので、普段の素行だったり、例えばみんなで料理をね昨日作ったじゃないですか、それとかもやっぱり料理できなくてもいいし経験なくてもいいけど、こう覚えたいっていう姿勢だったりとか、総合的に見てダンス歌だけではなくガールズリボンはやっぱいい女になってほしいなという気持ちがあるので、そういう裏の部分だったりとか人間性みたいな部分を、本当の可愛いとは何かっていう部分を掲げているので、結局顔だけじゃんってなっちゃうじゃないですか。この子整形しなくても元から合宿の時から生活してて可愛いなって思う面がいっぱいあったんだよっていう子を撮りたいんですよ。だからみんなはダンスをすごい頑張って覚えなきゃって思ってると思うんだけど、実はそこってちょっとしか見てなくって、スタッフ陣このオーディションチームはちょっとした挨拶だったりとか率先してゴミを片付けてるとか、そういうところを見ているので、今回あえて難しい曲を選んだのは、難しくてできなくてもいいけどそこにどこまでしがみつこうとしてくるかっていうところだったり、そういうアイドルとしてというよりは人間として女の子としての可愛い素質を見ています。次回合宿3日目の朝、突如ハプニングが発生、夜中に忽然と姿を消したメンバー1名、騒然とする宿舎全体とガールズリボンスタッフチーム、2日目にしてダンスの課題にぶつかるメンバーたちに訪れた予期せぬ事態がさらに追い打ちをかけていく。果たして合宿5日間を無事に終えることはできるのか。この壮絶な合宿を突破しアイドルになるのは一体誰なのか。次回、仲間ということ。